amazon で炭の吸引器を買いました。吸引カテーテルは付いてないやつだったので、別で購入しました。メインチューブを付けるとき、結構ギューギュー入れないと付けにくいです。結構吸引力あります。スイッチは前の方についていて、電源コード差し込み口は右横の下の方にあります。上に向かって差し込む感じです。 緊急時のために、こんな感じでセットしておいてもいいかもしれませんね。ちょっと瓶が小さいような気もしますが、2、3回は連続で吸引できそうだと思います。結構簡単な構造で、シンプルなので、お手入れもしやすいと思います。今回買ったセットは、主電源の他に、炭酸電池8本で動く別電源ボックス付きでした。 これから使いますが、マイナス点としては。音がだいぶ大きいこと。取っ手がついてないから、持ち運びの時にちょっと持ちにくいこと。電池8本もいるのかよ。それなら単一を2個とかが良かったなぁと思ったこと。 おめどなく炭が多い時はこまめに炭を捨てないといけないこと。それらのマイナスはあれども、吸引力やお手入れのしやすさ、停電時になんとかなりそうだし、カバーできてます。袋に入れて持ち運びできるのはありがたいですが、入れた状態で使えるように、少しカスタムする必要がありますね。